そのトークショーっていうのは、その作家の先生の話を聞くっていうだけじゃなくてですね、聞いているうちにいろんな刺激を受けますし、その思いもよらない、自分たち聞いている我々も思いもよらないその着想とかに、至ることも多々、あるわけですね。それを記録することによって、僕だけじゃなくて聞いてもらっている皆さんにもですね、その写真のなんていうんですかね、本質的なことにどんどん作家のその生き様とか、なんかそういうことにこう触れられるのかなという、そういう場かなと思ってるんですね。ある時期写真でに何も写らないと思った時期があって、それは写真を知らなかったからなんですけど、で自分がやりたいようにやっていくと写真って写真じゃなくなったんですよ。要は絵みたいになったの、コラージュ。でじゃあ写真って何かなと思ったら、ちょっとコミュニケーションかもしれないと思い出した時からスナップとかを撮り出すようになったんですよ。相手とか写ってるものがないともちろん何もないですし、でその関係とかっていうのが絶対に写ってるわけじゃないですか。確かに撮れなかった苦しみもあるけど、自分に対してのなんかこう腹立たしさみたいなのあったんで、やっぱり撮れあんなにニューヨークにいた時になんでもっと集中できなかったのかって、他のことに気を取られてなんか集中できなかったのかっていう自分に対するね腹立たしさみたいなものがあって、で、写真焼いてもやっぱりどこにも自分のその一応形にはなって、もちろん私のこの自分の写真だっていうのは分かるけど、本当にこう自分の写真が遠かったというか、なんか格好つけてたというか、そんな感じがあった。それで撮った後にそのベタ焼きを見直してどれを焼くか決めたりとか、あるいは焼いたプリントの中からどれを展示するか決めたり、どう本を写真集を編むか決めたりして、こう写真をこうやったりしてるうちに記憶が編み直されて、また新しい旅がそこで立ち上がってくることがあるから、一つの旅がいっぱい複数の旅に後々変わっていくんですよね。だから写真は撮っといた方がいいっていうのはすごく僕は心の底から思いますけどね。